ウィラートラベル。ウィラートラベル株式会社は、かつて存在した、日本の旅行会社、旅行業登録、観光庁長官登録旅行業、第1899号、日本旅行業協会制会員。2017年6月に、親会社であるウィラー株式会社に吸収合併され、法人格としては消滅している。旅行業自体は、 ウィラーが承継の上継続して営んでいる。1994年、平成6年5月24日に、大阪府大阪市北区にて、株式会社西日本ツアーズとして創業。企画旅行の成功で業績を伸ばし続け、1998年には、大阪市に自社ビルを建設するまでに成長した。その後、主に首都圏と京阪神を結ぶツアーバス。 スターエクスプレスの取り扱いを開始する。通常の高速路線バスよりも安価に移動できる店とインターネットを積極的に活用した予約システムが高評価を得て人気を得る。2005年には株式移転の形で西日本ホールディングス株式会社、現、ウィラー株式会社を設立し、実質的な持ち株会社制に移行する。2006年、現行の社名に変更。 ブランド名も、スターエクスプレスから J エクスプレスを経て、ウィラーエクスプレスに一新。2013年8月からの新高速乗り合いバス制度移行に伴い、ウィラートラベルの役割は、ツアーバスの企画業務から高速バスの乗車券販売業務に移行した。ただし、販売形態は自社による手配旅行となる。2015年11月に、自社ビルから、梅田スカイビルに、 本社機能を移転した。2017年6月1日に親会社のウィラーに吸収合併され、サイト及びサービス運営はウィラートラベルからウィラーに変更された。ウィラーエクスプレスの特徴は旅行業法第12条の5第2項に基づくインターネットを活用した無店舗販売、電子商取引での企画、販売にある、自社サイト、 あるいは楽天トラベルなどのサイトを通じ、希望する路線と乗車日を指定してお申し込み座席を予約、クレジットカード決済、コンビニエンスストアでの払い込みもしくは、ゆうちょ銀行 AM からのペイイイジー払い込みの、いずれかにより支払いが完了する。あとは当日集合場所に行き、電子メールにて受信した予約受付確認証係員に提示して乗車が可能となる。 店頭でも発売は行っているが、大半はインターネットの活用による予約状況の速やかな把握と弾力的な価格設定と人件費の削減により低価格を実現させている。自社路線以外にもシリウス号、国際工業、戸和田観光電鉄、爽やか新集号、アルピコ交通など他社路線の取り扱いも行っている。2010年5月には、 当時のツアーバス事業者内でいち早く、新宿住友ビルディングに、自前のバスターミナル、ウィラーバスターミナル、新宿西口を開設した、二千十六年四月、バスタ新宿開設に伴い閉鎖。二千十一年四月には、新梅田市内にある、梅田スカイビルに、ウィラーバスターミナル、大阪梅田。二千十三年八月に梅田スカイビルの、庭園敷地内にウィルリックスプレスカフェを、 オープンを開設している。バス路線に関しては、ウィラーエクスプレスを参照、2009年に全日本空輸と提携した飛行機バスの往復割引セットを販売し、その後もチェジュ航空やエアプサン、春秋航空などの LCC と提携し、海外からの入国旅行者に対し力を入れている。ダイナミックパッケージの予約システムによるバスと宿泊施設のセット商品。 ウィルパック、いわゆるフリープランに相当する商品も販売し、ウィークリーマンションを宿泊先に充当することで、通常のホテルでは不可能なバス下車後の早朝チェックインを可能にした商品も販売している。2011年からは3年計画でフェリーや旅客船の船舶予約のできるポータル事業を展開。 2011年2月28日のサイト開設時に22社の船舶事業者33航路の予約決済が可能となった。将来的には70事業者100航路の三角を目標としている。2015年6月に新たな移動ポータルサイトスマートトラベルを公開、通称スマトラ高速バス、フェリー、ド。 ホテルをそれぞれ簡単に予約できることを目指し予約ステップの短縮が図られている。2011年現在コスト削減を図るためウィラーエクスプレスの運行に関与する貸切バス会社に対し工事運賃国土交通省の定めた一般貸切旅客自動車運送事業の運賃の加減値ギリギリ孫受けの場合中間手数料等を差し引いた実質額で 加減値を下回るケースもあるでの運行を頻繁に要請していることが2007年放映の NHK スペシャル高速ツアーバス格安競争の裏でで明らかになっている。その一方で2007年2月に大阪で発生した他社スキーバスによる交通事故、運転士の長時間勤務による過労からの居眠り運転が原因とされているを受けて受け負った貸し切りバス会社に対して 過労運転の防止などの安全管理の徹底を要請しており、安全管理の状況によっては運行契約の解除に至ったケースもある。これについて、ウィラートラベルでは、自社グループであるウィラーエクスプレス株式会社が、車体価格の安い韓国製バスの大量導入などで、コストの削減を図っている実例を引き合いに出し、コスト策と安全管理は両立すると主張している。また、 2006年5月に行われた記者発表の席で村瀬茂高社長は多くの時間を安全への取り組みの説明に費やし利用客の声を積極的に吸い上げて情報公開しサービスや安全管理を改善すると説明した。しかしこの点については安全管理という根本的な問題についてお客様の声で改善するのは 違和感があると指摘されており、同社をはじめとするツアー会社が日常的に別会社であるバス会社の安全管理をすることは難しく、村瀬社長もバス会社の毎日のローム管理までは踏み込めないと語っている日々の運行がどうなっているかは利用客の声を通して情報を吸い上げるしかないというツアーバス業界の構造的な問題があると述べられている。 第3セクター鉄道の北近畿単語鉄道、KTR が2015年4月1日から京都単語鉄道として新たなスタートを切った。ウィラー・アライアンス、ウィラー・アライアンス子会社、ウィラートレインズ、ウィラートレーンズが運行を引き継ぎ、上下分離方式で再出発。ウィラートラベルでは割引乗車券等のネット販売や公式サイトの運営を担っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。